兄さんこんにちは、アカンですよ。皆さんこのグランドマスターズ見ましたでしょうか？これはですね、めちゃめちゃ強い人たち同士がね、戦う試合となっているんですけど、まあ、今回の優勝者はね、クマさんということで、まあ、この方の試合っていうのをね、すべてのコートを見ていきたいなと思います。2分で知りたいことを解説する、ちょこっと白手にっていうチャンネル作ったんで、よかったら見てね。というわけで、まず1戦目はグラスコート見ていきたいなと思います。お互い霞でエミリア入れていて、まあ、それぞれ追憶ティナとね、光線ジダが入ってるって感じになってるんやけど、さあ、どうなっていくかですね。初手に関してはエミリア対霞。まあ、エミリアもね、こうやって初手から凍らすことができるギミックを置けるし、なんならこれ通り抜けもできないから結構邪魔なんですよね。それに対して霞は、まあ、姿を消して、まあ、普通に走り速かったりするし、まあ、初手からも SS 打っていきやすいので、初手でいってるって感じかな。で、相手エミリアで SS 打ちましたと。で、ここからどうすんのかな。あ、エミリアは相手は続行、いや霞のまま来るのね。でこっちはエミリアにするの、あ、ジュダにするのまあ相手 SS 打ったばっかりなんで、まだ SS 溜まってないんで、多分打つやね。はい、打っていきましたと。まあこれね、どっちも SS 溜まってる段階やったら多分温存して PS 戦に持ち込むんじゃないかなと思うんですけど、なんでかっていうと、まあどっちもね、やっぱ後打ちした方がその環境が残るからさ、やっぱツルツルしたままジュダ戦うのも結構しんどいし、だからって言ってね、エミリアもね、その灼熱ストームってそんなに強くはないんやけど、やっぱりね、あると体力結構枯れたりするんですよ。で、特にエミリアってね、受けるダメージの最大値、15に抑えるみたいな性能があるんやけど、ちょっと枯れやすいから、俺自身も結構ね、まあ、灼熱ストームが来たら嫌なんで、まあ、後打ちすることを心がけてたりするんやけど、まあ、あれですね、相手。あ、今でも打ってくるんや。じゃあ、灼熱の環境で戦うことになるけど、まあ、この方、霞持ってるんでね、まあ、霞で来るんじゃないかなとは思います。これ、追憶ティナ入れてんのどっちやったかな？こっちは？あ、こっち側ですね。こっち側やから、もう、これは霞で行くパターンが多いですね。まあ、ジュダは、体力緑以上で SS 火炎強制発動無効がついてるんやけど、霞に対して得点できるかと言われれば、ほぼ無理なんですよ。まあ、霞のあの突き刺さる SS をレフコスで取ってそのまま返すみたいな。まあ、そんなんしてあげれば、まあ、可能性あったりはするんやけど、あ、まあ、こういう感じね。はい。なので、霞の方が有利ですって感じですね。ちょ、拍手しとこう。というわけで続いてクレーコートはお互いエレノは入っていて、まあ、色メロアルベド、そしてインデックスアイドルアイラということで、結構珍しくないですか？なんか俺こういう編成の相手と当たったことがないような気がするんやけど、まあ、とりあえず、まあ、エレノア同士で今戦っていますと。で、まあ、ラケット相手はですね、まあ、SS が超溜まるね、色目のラケットを持たしていて、こっち側はシルビアラケットって感じですね。まあ、お互いいいところがあるんやけど、向こうの SS が早く溜まるやつに関してはですね、まあ、自縛り SS がね、だいたい4、5打球に1回ぐらい打つことができるんで、まあ、瞬間移動キャラに対しても結構強いし、あと、ま、冷えもいっぱい打つことができるんで、まあ、そういう点でね、結構、まあ、いいラケットとなっております。ただ、GS が1回しかないので早い GS をいっぱい打っていくっていうのにはちょっと向いてないんですよ。それに対してシルビアラケットはですね、2回打つことができるんで、それである程度攻撃力も確保しつつ、あとこれ打ったらね、20秒間吸収封印と SS 封印をね、無効化することができるんで、まあ、これによってですね、このなんか何白い地面型ギミックのなんかバーンなってるやつあるじゃないですか。その上乗ってたとしても SS 打つことができると。まあ、エレナね、使ってたら結構なることなんですけど、この GS は回復したいんですよ。やっぱり GS の得点力って結構すごいんで。ただ、GS 回復するモードだと空中地面向こうついていないので、このなんかイレバンギミックの上に立っていたら SS 打てない。打てない。打てないっていう場面が結構あるんですよ。なので、それをね、無効化することができるんで、まあ、結構このラケットはね、まあ、ありやったりもするんですよね。ちょっとエレナーのね、ラケット、いろんなパターンを紹介する動画作ろうかなと思って、ずっとサボってるんでね、ちょっとこの、まあ、2日、3日以内ぐらいに出せたらなとか思っていたりはするんですけど、いや、今の相手、考えてたんかな？この、なんていうの、エレノアって下のフリックのモードやったらね、まあ、これ追い詰められてるから、あれかな、全部のモード発動してる時か、それは分からへんねんけど、とりあえず、相手の GS をそのままね、バーンって返すことができるんですよ、結構早いやつ。なので、あ、今みたいな感じで、アンナが帰ってくるんやけど、相手さっきはわざとから、遅いモード、そのタップのモードじゃなかったら、まあ、GS は、ま、元々のスピードで飛んでいくわけですよ。なので、帰ってくる分ももちろんそんなに早くはないので、まあ、それで、失点を防いでいったっていう感じになるのかな、ちょっと分からへんけど。たまたまかもしれないけど、まあもし狙ってたら非常にうまいっていう感じですね。まあそれが必ずしもいいっていうわけではないかもやけどね、普通に GS で決めていけた方がいいかなとは思うけど、でも場面ではやっぱりまあ失点はしたくないという感じなのかなと思います。でまあ基本的にはジャスト確定のモードで戦っていて、 SS 打つ瞬間にタップのモードに切り替えるかなと思います。ああ、これあれですね、ちゃんと下フリックやってたね、相手が SS 打つタイミングに。はい、これで
あ、もう知らん間に SS 売ってるやん全然なんかあれ今から SS かなとか思ってちょっと身構えとったけど、そんなことはなかった。というかクレーコーダーもずっとエレノア対決になるのか。ちょっとなんかインデックスとかさ、あと色、まあ、色メルは絶対勝たれへんけど、エレノアになんかそこら辺もちょっと見たかったな感はありますけど、はいはい。これでまああれですね、エアモードが得意状態中は冷えになるんで、これで決めたりすると、なるほど、こういう感じで勝っていきましたと。拍手。というわけでラストはハードコートですね。まあ、決勝戦のハードがなかったんでね、ちょっと遡って見ていったんですけど、まあ、カレン、ハル、白井、黒子、そして相手はミュウエと、ハルと幻想、ルチアみたいな感じになってると。なので、あれですね、優勝した方はミュウエ入れていないんですね。まあ、持ってないのかもしれないですけど、まあ、一応カレン主軸の編成、主軸かどうかわからないけど、まあ、一応、まあ、この子を使っていますと。まあ、初手からこの子をね、ファフナー出てくるんで、まあ、それで返すことによって、まあ、空中型で剣出すことができると、これで相手の体力を枯らしていくっていうのとか、あと、ま、相手がこうやってね、打ち上げてくれたスマッシュもすることができるんで、まあ、それで得点を狙っていこうっていう感じかな。で、こっからま、SS を、あ、打たないんだ。あ、抜けた。で、これで、お互い初期ハル入れてますよね。なんか俺もね、最近やたら初期ハル見るんですけど、なんでなんですかね。なんか、ミュウエが出てからさ、この子がすごい増えたようなイメージがあるんやけど、ミュウエってね、個人的な意見ですよ。改ざん食らっても全然問題ないんですよ。なんでかっていうと、レベルみたいなのがね、左上に表示されてるんですけど、ちょっとミュウエ側じゃないから今見えへんけど、まあ、これ点々がどんどん増えていくと、そのレベルが上がっていって、最終的には、アウトしないっていう性能がつくんよ。レベル10の時に。で、レベル7の時に、全打球ジャストってやつをゲットすることができるし、瞬間移動も、まあ、初手からすることができるし、なんなら高いとこスマッシュもあるんで、まあ、得点力それだけで十分なんですよ。あと自動返球とかもあるんで、まあ、それ、確か相手の SS を加速反射するって感じだったと思うので、それをネット前からパチコンって返したらね、まあ、それだけで、まあ、結構得点力にもなったりするんで、別にまあ、確かに SS もすごい得点力はあるんやけど、改ざんされても、まあ、大丈夫じゃねと、俺は思って、まあ、普段、相手が初期ハルでね、打ってきたらですね、もう普通に堂々とミュウエで受けて、そっから戦うみたいなことをやってるんやけど、わからん。なんでなのかはよくわからへんけど、まあ、普通にまあ SS の得点力なくなるから、カレンで勝ちやすくなるよっていうことなんかな。で、相手はまあ幻想ルチアに変えてきたけど、こっち白井黒子と、白井黒子あれなんですよね。ダイブしたらね、スタミナタイプへのダメージ、ほら見て、151。これスマッシュは普通で、見といてや。あれ、123も食らってんだ。あ、160、あ、何めっちゃ食らうやん。あれ、あ、ほら、普段は40なんですよ。けど、ダイブとかすると、なんかスタミナタイプへのダメージがね、めっちゃ上がるんで、もう体力が超枯れて、まあ、結構ね、カレンとかミュウエに対しても勝っていける、この幻想ルチアを簡単に対策していくっていう感じですね。で、レフコス持っていたんで、カーブショットで、まあ、決めていったと。まあ、白井黒子ほんまな、普通に来てて苦手やからね。俺、ミュウエで戦っとっても、なんか瞬間移動で、取れそうな雰囲気あるやん。けどなんか取られへんねんな。なんかどっち側に曲がったかとか分かってないと、瞬間移動してラケット振るだけじゃね、ちょっと届かないんですよ。その球の来てる方にちょっと寄り添うというか、そっちにちょっと走っていかないとギリ届かないみたいな場面とかもあったりするんで、ちょっとね、毎回瞬間移動飛んのもきついっちゃきついんですよね。相手今のは瞬間移動エアモード、ちょっとどっちか分からへんけど、でもあれやね、ミュウは後ろの方にエアモードはできないから、多分エアモードちょっと発動して瞬間移動になったのかな、しょうがない。あ、エアモード発動してないね。普通に瞬間移動でしたね。この人あれなんや、白井黒子でミュウに対して戦うんや。これあれかな、改ざんしてるから、まあ大丈夫っていう感じなんかな。いや、ほんまに、ガチで最近、初期春しか見えへん。いや、初期春しか見えへんは嘘。ミュウとかカレンとかもちろん多いけど、編成入れてる人がマジで増えた。俺、前回大会の時は入れてたんやけど、今回はね、入れてないんですよね。てか、俺、今まであれやね、幻想ルチアの対策さ、アイリスの自主バレ SS にしていたけど、まあ、ミュウに対しても勝つことができへんから、それを思うと白井黒子編成入れるの結構ありですね。俺持ってるんでね。ちょっと、やっぱグラマスとか、やっぱ強い人の試合ってすごい参考になりますよね。まあ、クレーコードあれは見れなかったですけどね、エレノア以外のやつ見れなかったですけど、まあでもギアもね普通に参考になりますんでね、ぜひとも上手くなりたい方、こういう白手にチャンネルとか、まあ、随時ねあるかなと思いますんで、ぜひ見てください。特にグランドマスターズとか全試合見てもね、あの人たちめちゃ強い人たちばっかりなんで、ほんまに上位8名ですよ。上位8名が戦ってる試合をこうやってね、後々ギアも合わせて見ることができるわけですよ。なのでぜひとも皆さんね、まあ、これ決勝と、あとまあハードに関しては決勝ではないんですけど、まあ一部分ねかいつまんでしかやってませんので、まあ、ぜひともねそちらを見ていただけると結構面白いんじゃないかなとは思います。でもこのタイミングあれやろ、白井黒子で勝つ感じになるんじゃないかなと思います。もう体力ないんでね。でも結構あれやね、ちゃんと防御目で戦ってますね。でこれで、あ、抜けた。というわけで、まあ、クマさん優勝おめでとうございますということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。